はい、皆さん、こんにちは。.com.com です。マグネット2千本ノックパート 95。 まずいぞ まずいぞ、これ。残り34ステージですね。じゃあ次行きましょう。これ一応方針は立つんですけど、やっぱアクション性が高いことには変わりない。もうこういうのやめてほしいんだけど、結構アクション性が高いステージなので。うわ、やべえ、あ、間違えた。ちょっと待って、ちょっと待って、覚えてんだけど感覚忘れてる。ちょっと待って、ここで、あ、間違えた、引きすぎ、乗ってたんだけどね。さあ、これにどんだけ時間がかかることやらなんですけれども、5、OK。で、引いて、あ、やべえ、早すぎた。難しいな、これ。難しい、本当に。5。で、こうで引いて、で、押す、うっそ。難しいな。とりあえずね、陰でちょっと練習してた。あれ、ちょっと待って、判定がシビアじゃねこれ。一応陰ではやってたんですけどね。それでもやっぱ結構 OK で押す。 OK、 やっとできた。さあ、あといっぺんに押すんだけど、最後だけ注意、放置してると流されますからね。 OK、 818。ちょっと待って、とりあえず星が当たった。その前に鉄コウモリがなんでこっち来るかな。とりあえずこう押すでしょう。あれ、ちょっと意外にバラバラになっちゃったな。まあ当然っちゃ当然なんだけど、ちょっと待って、一旦まとめておきたいんだが、どうしようか。下手したら閉じ込められるんだけど、怖いな。で、なんかさ、アンパスパネルのところにデスコモリーとしょうもないんだけど。してるんですけど、ダメだね。ちょっと待って、しかもな、そっか、こうすりゃいいんじゃん。あ、ちょっと待って、むずい。なんか5個以内に入って難しいステージが増えてるんですけど、あ、やべ、あぶね、出られなくなった。だからお前らがそこ行ったんです、できねえつーにも。一体引っかかったメリットが感じられないんだけどね。引っかかってメリット感じるのは男爵ぐらいなんですけど、ちょっと待って、お前ら何なの本当に。お前ら邪魔くさいんだけど。ちょっと待って、テスコモリがすんげえ邪魔くさいんだけど。だから邪魔くさいんだって言ってんだろうが、こんにゃろ。だくも。まだ上後になりつつあるけどね。お酒は飲んでないけどね。で、だから邪魔っつーの。わかんねえのかよ、このアホ。このバータレが。あー、ちょっと待って、ほんと邪魔なんだけど、テスコモリ。あー、まったく、もうこういう時に限って、くそ、いつになったら押せるんだっつうの。あー、やべ、はぁ、もうほんとうるさいんだけど、こいつら。なんでこっち来んの、ほんとに。もうさ
そりゃ切れますわな。さすがに切れますわ。いくらなんでも。こういう仕打ちにあったら。ああ、もう最悪だな。これ 100% でいくね、絶対。100% でいくことは覚悟しておきましょう。さて、こっからどうしようか。ちょっと待ってよ。本当に鉄コウモリがうざいんだけどな。本当なんでこっちにいるの？島の地で、で、よし。無理かなと思ってたけど、まさかくっついてくれた。で、ラスト。だからお前邪魔っつってんのに、まったくわかんねえ野郎だな。あ、ちょっと待って、囲むんじゃねえバカが。今夜のまったくもう鬱陶しいことこの上ないわ。やめ、引いちゃったバカ。あ、ちょっと待って、もうちょい、オッケー。やべ、これで5分ぐらいかかってね。819。何な、引き続けるけこれ。とりあえず一個だけは処理しておきたい。え、うす、ちょっと待って。あれ？これむずくね？結構、ちょっと待って。ちょい押してので、あ、ちょっと引かないとまずい。え、ちょ、これは何をさせたいの？ちょっと待って。コースが、あ、間違えた。で、待ってよ。で、次が、何これ。まず、コースが来ないとダメでしょ、これ。いや、一個ずつ順番に処理していきますか。微妙に噛んだ。ちょっと待って。こうで、あれ、そっちが動くんじゃないんだっつーの。むついな、これ。あー、ちょっと待って、まず左から勝たしたい。左から。とりあえず左のルートは分かったんだけど、とにかく引くで、押すで、ちょっと待って。どの程度押すのかっていうのも結構ネックだな。やばいよ、今回まだ2ステージしかクリアしてないんだけど。あれ？ちょっと待って。問題はいかに右側を動かさずして左側を持ってくんかなんだけど、ダメだねこれ。ちょっと待って、最初なんでできたのこれ。ちょっと待って、これで引くっしょ。判定シビアなんだっつうね。で、こうで、あ、わかった。思い出した。こうだ。こうしとくんだ。で、一気に引いてので、あ、間違えた。引きすぎたな。ちょっと、やばい。やばいよ、マジで。何ステージしか行ってないんだ。まだ3ステージだぜ、こんでて。すべてはテスコモリのせいだな。そうしておきましょう。あ、やべ、あぶんな。ちょっと待って、これ。ですよね。で、ここで引くんだけど、あれ？
動いてくんない。ちょっと待って。あれ？あ、ちょっと待って。え？うわぁ、ちょっと待って、これやらしすぎるんだけど。嘘、ちょっと待って、ちょっと待って、タイミング重視だね、これ。あ、ちょっと待って。こうしてこうだ。オッケー。よし、とりあえず、一本だけ、早う動けや。よし、一本だけ片付いた。じゃあ、右ルートチェック。どうすんだ、これで。これ難しそうだな、右ルート。右ルートは前半が結構厄介なんだね。よし、行くか。行こう。ちょっと待って。で、一気に引いて、ここで押してので、ちょっと一旦ここで切りましょう。では、マグネット通線本ロックパート95以上になります。ご視聴ありがとうございました。